他者と対話して共感を深め、お互い学び合うことが日々の子育てに生かされるのではないかと考え、親の力を学び合う学習プログラム、通称親プロを使用した参加型学習を実施するファシリテーターのグループを家庭教育支援チームクスノキと位置づけました。親プロ講座とは、参加者がグループで楽しく話し合い、考えを出し合い、各々の意見を尊重し合うことにより、私たちも含めて多くの気づきが得られるプログラムとなっています。家庭教育支援チームクスノキは、子育てや子どもに関する悩みや心配事について相談や支援を行っております。府中はね、いろんな形で子育て、皆さんこのサポートされてて素晴らしいなと思いますけど、子どもたちがね、本当に元気で、今日もまた発表いやもらいますけど、きっと元気な子どもたちが育っていくんじゃないかなというふうに、思います。大人の方にも良いものとして、自分の町にいろいろ気づいてもらいたい、だから気づいてもらいたいというテーマに即して、そういういろんな自分の町に気づいてもらいたいということを、考えながら作っています。でこれから府中町に向いて何ができるかということを本当に考えていける団体になれたらいいなという考えております。でこれから定例会も開いたりとか、府中町の声をどんどん聞いて、私たちができることから始めていこうと思っておりますので、ぜひ協力していただけたらと思います。なんか読んでって言ってトリビア的な感じの要素も入って、しかも網羅されてるんですね、すごいなと思ったんですけど、カバンにも、ね、入れやすい薄いサイズのですね、こういうものができたと。でこれをまだ皆さんがご覧になってね、このお役に、立てられたら、その恩恵を受ける方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですよね。 JF は郊外の児童センターワンミーズを拠点に、中高生合わせて20人前後で構成されています。主な活動として週1回のミーティング、企画の運営、行事の企画運営、毎週月曜日のカフェの運営などを行っています。私たちにできるのは、受け身になるのではなく、自ら新たな挑戦をすること、また、私たちだけではどうしようもないときは、地域の人たちの力を借りることです。私たちは地域の人々ともっと交流を持って、一緒に府中町を盛り上げていきたいと考えています。今後も私たちは自分たちのやりたいこと、好きなこと、これを地域の活性化につなげられるよう挑戦していきたいです。いや、 やっぱりこの日本の子どもたち、あるいは日本のって言っちゃいけないね、府中町の子どもたちは捨てたもんじゃないなと、これから先ますますね、支えてくれるんじゃないかというふうに思いますけど、私たちはこれから府中中学校が行ってきた椿ランドについて、保育園、幼稚園、中学校、地域との連携をテーマに発表します。これまで府中町について学んだことの集大成として、9月5日土曜日に椿ランドを実施しました。私たちは3年間、地域の方々から府中町のことについて多くのことを学びました。そして椿ランドで学んだことを保育園、幼稚園の子どもたちに伝えることができました。今後も府中中学校の、そして府中町誇りの椿ランドが続いていくように、私たちは後輩にしっかりと引き継いでいきたいと思います。府中町のことを小学校、中学校で学ぶだけじゃなくて、それを子どもたちに還元したいっていう気持ちがね、素晴らしいじゃないですか。それを逆に言うと、そういう子どもたちを育てているっていうことでね、府中町教育委員会の皆さん、本当にご苦労様です。本当にいろんなこのそれぞれの職場とか地域とかでいろんな役割、あるいは家庭の中でいろんな役割があると思いますけども、言葉内でちょっとした行動を取るということがね、それが大きく集まると本当に大きな違いが生まれる、そういうことを今日の皆さんの発表から
学ばせていただいたんじゃないかなというふうに思います。